星宮社は、愛知県名古屋市南区本星崎町にある神社。社殿の変学には、星崎宮とあり、古い文献では、星宮、聖社等とも呼ばれている。旧社家具は孫社。境内社の上地和が、朝神社と下地和が、朝神社は、縁起式神明朝の終わり国愛知軍に記載され、現在は、厚田神宮拙者になっている、同盟社の元宮という説があり、 式内社論者とされることがある。文政5年の終わり巡行期には、創建は、除名天皇業の輸信伝い減りとある。星崎省の項目では、南の隕石に触れて、この隕石が落ちたので、星社と呼ばれるようになったのではないかとし、星宮社は、妙見信仰を重んじた大内始末への山口氏が、創建したものではないかとする考察を付している。ただし、 考察の材料となる南の隕石は江戸初期に降ったものであるため時系列が逆転し矛盾する。尾張淳航期は愛知新名町等にこの社三重侍ら子はという別の理由からこの社は近世に祀られたものではないかとも付記している。天保15年の尾張市には除名天皇9年7世が天から降り神託があったので 王子の地下まざであった当地に社を建てたという社説が引用されている。同書は古来当地に鎮座していた地主神は星宮社ではなく上毛寺和が朝神社であって、この社が病権信仰に変質した時期が除名天皇9年だったのではないかという考察を付している。大正2年の愛知軍史には除名天皇9年9月新宅によって、 千かまどの里に初めて星の社を立つとだけある。終わり国の国内神明帳には、星宮社の神明は記載されていない。創建時の星宮社は、今の笠寺小学校のあたりに建てられたが、織田信長が星崎城を築城する際、現在の地へ移されたとの説がある。現在の社地は、笠寺大地の星崎の岬の端部だった。笠寺大地は古代、 松京島と呼ばれた場所で、終わり国道の家、富めよ命の館があったという。星崎一帯には、古来から星や隕石についての記録や伝承が残っている。星崎の地名については、以下の説がある。確実な記録としては、歓永9年8月14日、本寺村の隣村であった、南の村に落ちた、南の隕石がある。当時の様子が、 終わり名所図への付録、小春田の真、清水に描かれている。隕石は星石として民家に保存されていたが、文政十二年、道村にある観族者に寄進され、その身体になった。隕石を収められている木箱には表に霊石と書かれている。昭和五十一年八月十五日、国立科学博物館の村山貞夫により、隕石と同定され、 南の隕石と命名された。現在、落下年代が分かっている隕石としては、能型隕石に次ぎ、日本で2番目に古いものである。8世紀、13世紀にもこの地方に隕石が落ちたという言い伝えがある。その一部は、上記の上平5年と、減給2年の伝承を指していると考えられる。なお、星宮社が隕石の落下地点であるとか、 隕石を身体として祀っているというわけではない。笠寺には、尾張淳航記にある、平野正門長福の祈願の伝承に関する遺跡が、いくつか残っている。漢文覚書きには、宇治神一箇所に、星宮天皇山の神二社があると記されている。尾張淳航記には、拙者上地我が朝神社、下里市我が朝神社、神明天皇章度の、稲荷、秋葉章度の、 霊社の五社があると記されている。終わり市には、上地我が朝社、下地我が朝社、神明社天皇章度の霊社、稲荷社秋葉章度の秋葉社、コンピラ社の七社があると記されている。終わり名所図絵終わり名所図絵の星の宮の図絵では、本社に並んで左から、コンピラ、神明、本社、稲荷、秋葉、霊社、その背後の高台の二境に、 稲津沖縄の社を注釈している。現在の境内社は以下の旧社である。本宮の裏手の山頂に、城地和が、朝神社と下地和が、朝神社の二社があり、一体で、剣刀主命と、宮津の小姫命の親神二柱を祀っている。二柱は、尾張国像として、東南の日高に上官を構え、その子孫である、尾張氏は、厚田神宮大宮寺家を務めた。 終わり及および終わりは、下社の祭人を新時期型な日命と稲、とっち老王の二柱としている。終わり航皇は、星宮社の絶頂に稲とっち沖縄を祀る勝者があると記している。終わり名所図は、本宮の裏手の山頂に稲津沖縄の社を描いている。南区の解説では、千和が、朝神社は稲とっ郎老王を祀っているが、 上下者のいずれであるかについては明言していない。稲とっち老王は、南区の解説では当地に声援を伝来した人物である。尾張巡航旗は、初めてこの地に土釜で剣士を焼く技術を伝来した人物で、その功に報いるために祀られた土釜の祖神であるとしている。尾張氏は、稲とっち老王は当地に塩釜により、会長を焼く技術を伝来した人物を称える。 神明であるとしている。危機に基づけばエンドローとするべきところを、稲と地ちローとしているのは、中世より、前の神明を継承している証としている。このあたりは、かつての海岸線で、声援が盛んだった。上知和が、朝神社及び下知和が、朝神社は、演技式式神明町の終わり国愛知郡に、記載されている勝者である。星宮社拙者の知和が、朝神社は、 厚田神宮拙者の地和が、朝神社と共に、この式内の地和が、朝神社の論者である。星宮社の地和が、朝神社を、厚田神宮の地和が、朝神社の元宮とする意見がある。尾張氏は、いささか奥説を超えてくたくたしく書つつ、決と断りつつも、以下の考察を付している。特選神明朝は、下地話が、朝神社について、 また、下地我が朝社も上古は下千かまどとうんちに、ましましを後に、ここに移しまつれるなるべしと、うんりしゅうとめくふて考えに、そなえふとしるし、おありしと、同じく、上下の章は、千、かまど里との元宮における地名を表したものという、伝承を付している。住所、愛知県名古屋市南区本星崎町寺坂726番地祭人、住所、 愛知県名古屋市南区星崎一丁目146番地裁人、天寺ス大臣、国のとこ立の村、二二木の村住所、愛知県名古屋市南区春畑町一丁目24番地裁人、山戸武の命、宮洲の子姫命、上前玉命、か、留世命、須佐の尾の命、天の保日の命、雨のおしほ耳の命。ありがとうございます。